やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。海老蔵さんが呪術師に洗脳されているみたいなニュース、記事があったんですけれども。あと、團十郎襲名披露は2022年にちゃんと行われるのかどうなのかっていうのを占ってみようと思います。はい。基本的に1日2本動画アップします。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてありまして、そしてツイッターのこちらのアカウントにて、何月何日何時から受付してるよーっていうのをアナウンスしてます。最近はとても取りやすくて、例えば夜にさ、受付開始して、翌日まで、ずっと開けてる感じなので、絶対取れると思います。はい、あとお知らせ、4月24日日曜日、もうすぐですね、占い付き婚活サービス説明会、交流会、東京国際フォーラムで行います。婚活必要ないわっていう方にも楽しめる内容になってます。お土産もたくさんついてますので、ぜひ振るってご参加くださいませ。さて、海老蔵さん。あ、ちなみに2022年の仕事運とか総運はもうすでに、最近、この1ヶ月以内に占ってるので、固定コメントとか動画概要欄に貼っときますね。某ご夫婦と一緒に、この、お姉さんご夫婦の運勢と一緒に3人占ってます。仕事運勢も。さて、呪術師に洗脳されているのか。なんかね、車の中とか、車の移動中も、仕事の時もずっと一緒にいるんだって。記事によるとずっと一緒にいて、なんかこの人はなんかずっとお祈りとかご祈祷みたいなことしてて、報酬は数千万払ってるんじゃないかみたいなね、こと言われてて、いいな。なんか、数千万ももらえんだと思って、いいなって思っちゃった、なんか。でも、洗脳されてるのか、上手に使ってるだけなのか、洗脳って言うと、この人にこうね、上手に本当に、うまくこうさ、こうしないと危ないから私があなたの不安を取り除いてあげましょうみたいなさ、そういう恐怖感を与えてさ、なんかお金巻き上げるみたいな、そういう感じだけど、でも、海老蔵さんがしっかり自分で判断する力があって、自分の意思で、むしろ自分がコントロールして使ってるんだったら別に洗脳されてるとは言わないと思うの。なので、なんかどういう関係なんだろうなと思って。團十郎襲名披露は2022年に行われるのか。あとね、事務所との関係。この辺ちょっと気になってね。事務所の海老蔵さんに対する気持ちは。海老蔵さんなんかちょっと特別枠っぽい感じあるじゃん。なんかさ、常々私はなんで個人事務所みたいな自分でやらないんだろうって思ってて。夫に、なんでって聞いたら、自分でやるとめんどくさいじゃんみたいな。なんかそんな答えが返ってきて、そっかと思って。まあそれはあるけどね。うん。いろいろね。ちょっとプチ占いになっちゃうかもしれないけど、すぐ終わっちゃいそうだけど、占いますね。そうそう。なんかね、スピリチュアル。最近私スピリチュアルに依存するなとかさ、洗脳されるなみたいなこと、なんかいろんな動画でちょいちょい言ってる気がするんだけど、上手に使って自分で考える力があってコントロールしてれば、それは依存でも何でもないと思うの。うん、なんていうのかね。うん、上手に本当にコントロールして使ってる人もいますよ。あとはね、完全に趣味娯楽みたいな枠として使ってるとかね、占いとかもね、いますし。洗脳って言うとね、ちょっとね、たくさん、頻繁に使ってるイコール洗脳とはまた違うのよね。呪術師に洗脳されているのか、それとも、海老蔵さんは賢く上手に使っているだけなのか。なんか、成田さんとなんか関係のある、寺関係の人とかならわかるけどね。全然、仏教とかと全然関係ないのかな。関係あるならなんか、若干わかる気がするけど。洗脳されてんのか、ただ利用してるだけなのか。太陽の逆。そうだな。ズバッと出ました。若干自分の意志みたいなのを失っている気もするな。皇帝の逆でしょ、太陽の逆。タワーの逆。これがさ、正位置だったら、あ、海老蔵さんしっかりね、自分の責任と意志でやってるなって思うんだけど、逆が出ると、ご自身の意思より、その人の判断とか、もしかしたら、
採用しちゃってるかもね。これは上手に使ってるだけとはちょっと言いづらいかな、この辺のカードは。若干依存とか、自分を見失ってるっていうか、自分よりもその人の意見とかをの方がこう大事にしちゃってるかもしれない。あくまで占いだけどね。だとしたらちょっと残念かな。團十郎襲名披露は2022年中に行われますか。なんか大変ね、お家騒動になっちゃって大変大変。こういう騒動にしたかったんだろうね、お姉さんが、ね、でなったから多分なんかその何目的はある程度は達成されたんだろうなと思うな。團十郎襲名披露は2022年行われますか。あれ怪しい怪しい、ズバッと出ました。ちょっと怪しいかな、怪しいし今年しない方がいいかなってタロットさんが言ってる。今年はやめといた方がいいんじゃないかな、もうちょっとね先にした方がいいんじゃないかなって出てるよ。バランス調はあとなんかね、この正し正義が逆向いてるからさ、バランス調和を書くとかさ、なんか今やるのはあんまりよろしくない、よろしくないっていうか、そうね、なんかこう全体的にエネルギー低下してるなみたいな感じがするね。やらない可能性の方が高い、プラス実際今年やらない方がいいんじゃないかなみたいな結果かな。じゃあいつなんだ、じゃあいつやるんだ、あ、じゃあいつがいいって聞こうか。いつがいいですか、いつがいいですか、いつやるんですかの方がいいかな。まあいいや、タロットさんだったらあのいつやるといいよっていうのかなと思って、何年単位で見ますね。いつやるのがいいのかな、まあ、5年以内くらいにはやるでしょう。はい、2022、やっぱ2022悪魔なんだね。23、来年もダメなの ?24、25、ここかな。ここだけ?そんなに?ちなみにもっと並べると。そんなに。ここかな ?2000、再来年?来年、再来年、2024年とかがいいんじゃないでしょうかね。来年もまだ、この女性関連の話でグダ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 しそうな感じがするし、その後でもまあなんか良くないし、なんか他の年があんま、あんまりってすごい良くないカードばっかりだなと思って、2024がピンポイントで良さそうだわって思ったよ。じゃあ事務所との関係は良好なんですか?事務所との関係は良好ですか?肯定。ズバッと出ました。まあまあいいかな。このカードがちょっと暗いけどね。なんか、お互い陰でなんか、お互いかどうか、片方かわかんないけど、お互いこう、陰で報われない関係だなーってこう、ぐちぐち思ってたりなんか言ってるかもしれないけど、まあ一応いい関係ですかね。もっとコミュニケーションは取った方がいいけど、まあまあ、いいと思う。何か、陰で何か痛くなる不満はありそうだけどね。じゃあ、事務所の海老蔵さんに対する気持ちは?はい、事務所の気持ち。あ、恋人。ズバッと出ました。いいね。いいです。何も問題なかった。じゃあ、さっきのなんか、ちょっと、ぐちぐち思うところがあるのは海老蔵さん側からかな。ね。事務所からは何も問題なかった。稼ぎ頭みたいな、そんな感じがするわ。仲良くしたいし。ということで、まあ気になったのは、若干洗脳され気味っていうか、なんか自分の意見とか意思を失ってるかなって思ったのと、襲名披露は今年はなんか怪しい気がしたなっていう、そんな感じかね。はい、ということでちょっと短くてプチ占い的になっちゃったけど、これで、はい、ではじゃんけんいきましょう。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい、グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。